ったのにさ、どこ行ったんやろ。こんばんは。大丈夫、喉大丈夫。そう、こんばんは。広島寒い、本当に。そう、9時ぐらいまでやろうかと思います。こんばんは。え、雪降ってる。なんかさ、昨日もさ、外がちらっと雪が降ったとか。昨日はまかりメッセでお話し会だったんですけど、こんばんは。卒業じゃないから卒業コンサートな、そうですね、ないです。5月18日の壮行会にで終わりになるんですけど、来てください。瀬戸チャレも終わるのかって。瀬戸チャレも、あ、8時に発表があるってもう発表されたかな。今発表されたのかな。シダマパキータリマレーシア、あ、シダママランタリヒロシマタリジャパンサヤオランジャパン。お腹すきましたか。私はさっき食べました。ご飯とかサラダというか。もうすぐライブがあるけね、ちゃんと痩せとかんといけんけね。発表されました。それまマラン、なんか声が枯れそうじゃけさ、あれなんよ、セーブせんといけんないよ。瀬戸チャレ悲しい、番組が終わっちゃうんですよ。うん、さやきにあかん、みんちゃりあひり、ジェネラシーパタマケルンピーフォーディエイ。こんばんは。今日はスラマパタンって瀬戸チャレは番組が終わっちゃうことは私たちも最近聞いて、うん、悲しくて悲しかったですよ。うん、あーちゃんが作ってくれたね、あれから。そうです、ジャンガンリさん、アワスダマカン、あーサヤタッマカン、食べたってどうって言うんかね。 I ate dinner。 こんばんは。めっちゃ寒いんやけど。待って、今日寒すぎる。あったかくしてくださいね。理解できあ、なんかこれはね、挨拶のねマレー語はね覚えました。急に英語わからんかったら英語で。さやべらまかん、サヤベルマカンだった。
もうマレー語話せるんだ。いや話せない。さやアパハリさやあマカンアパハリイミ。あい、あ、さや、サラダ、サラダ、さやまかんサラダ。あったら書かないけど、マレー語はどうやって勉強して、いや、これね、ファンの方にもね、マレー語どうやって勉強してるんって聞かれるんですよ。で、ちょっとこれ、ちゃんと本も読んどるんやけど、YouTube 見て勉強してる。そしたらねみんなにね笑われるんですよ。待って YouTube って、え YouTube だけって言って、うん YouTube と喋りよるYouTube で例えばアパカバーって言ったら、あアパカバーバイバイってとか言いながら、そうですね、なんか言っとる。生泡アッペ、生さやココア、生さやココアかい、パンギルさやココア、バイバイ、バイしかかない、さやが私っていうことだけ覚えましたあ、それでねちゃんとオンラインなマレー語しかもはい、あれしました。マレー語も学ぶオンラインマレー語教室もあれしました、応募しました。ハローココ、夜ご飯何食べました？サラダ食べました。でもサラダの後にイオカン食べました。アクスカカムアクスカカム、君が好きだよってことです。岩手日の卒業コンサート当選しましたって、おー卒業コンサートがいっぱい控えてますよね。 See you soon in MalaysiaI wanna see you.会いたいですって当てるのかなこれ。I wanna see you. やばい、ちょっと待って。今日本語とマレー語と英語を使いこなしてすげえ私。あ、自分のことに今ちょっとあれですけど、はい。合ってますか。こんばんは。挨拶ですか。ちょっと待って待って待って、恥ずかしくなってきた。こんばんはこんばんは。海外だと実年齢よりも10歳若く見られる。え10歳じゃん私。待ってさすがに、さすがに10歳には見えんじゃろ。え嘘じゃん。うん。私は小学生じゃないですよ。I'm 20 years old.I look like 10 years, but I'm 20 years old. お疲れ様です。いや、言語も、言動も10歳だから大丈夫じゃない。いや、全然10歳じゃないじゃろ。どこが？I often said you are child. Yes, yes.
But no child, I'm adult. 小学生は卒業式。あ、最近もう卒業式なんだって。なんか最近さ、あの、ZIP のさ、時にさ、ちょうどニュースでやっとったんやけどさ、あの、10代が選ぶ。小学生の。何？小学生の、あの、卒業ソングみたいな。みんなの卒業ソングとかはさ、やっぱりさ、かぶると思うんですけどさ、私10代って何選ぶんだろうと思ったらね、レミオロメンさんのね、3月9日だったんですよ。あ、これはやっぱり全世代共通なんやなと思って、ココアイズベイビー I'm adult ほら I'm adult。サトディアトゥ、サトディアティガ、え、なんかさ、あの、音楽で覚えるとかあるのかな、なんか音で覚えたじゃないですか私。なんか音とか、あの、声に出したりしたらなんかどんどん覚えるんよ。あ、これみんなそうか。でもだって、あの、数学、算数習った時も、小学生の時にね、なんかの公式は、なんか、底辺かける高さ割る2って言ったか覚えたりしとったよ。先生が面白くて、公式を覚える、三角形の面積は底辺かける高さ割る2みたいな感じで、なんかね、結構覚えとったんですよ。リズムがあったら、覚えれる。そんなことしてましたよ。めっちゃ覚えやすくない？あの、歌ネタみたいに。だってさ、私さ、めっちゃ小学生の頃なんやけどさ、小学生の頃に流行っとったさ、ラッスンゴレライ、今でも歌えるよ。ラッスンゴレライ、ラッスンゴレライ、ラッスンゴレライ、説明してね、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんみたいな。ラッスンゴレラってなんですねんみたいな。説明しろと言われましても意味わからんからできません。ラッスンゴレラってね、あったじゃないですか。懐かしいじゃん。マジ懐かしい。え、ラッスンゴレラ小学生じゃなかったかな。いや、小学生だったと思います。マレー語訳の日本アニメで覚えてみては。お、あー、アニメ私今見てるんですけど、今頃って言われると思いますけど、前言われたんじゃけど、あの、ワンピース見てる。ワンピースのマレー語があるんかな。でも、あの、マレーシアでも、とってもアジア、でも世界中でワンピースは見られてるじゃん。I watching anime. I watch. I watch anime. One Piece. I watching anime. ここは何の実食べるん？え、私何の実食べるん？でもさ、特殊能力みたいなことじゃろ。何の特殊能力が欲しいかっていうと、え、何がいいかね。みんなだったら何が欲しい？でも海、金槌になるんだって、身食べたら。セコセコの身って何？ちょっと、こんばんは、こんばんは、ハロー、パンギル、マラン。Do you able to use showroom?
after moving to Kelby。 移籍した後もショールームできるんかな。きっと、イエスイエス、きっとできます。ゴムゴムの実、ヒトヒトの実って何？私まだゴムゴムの実とバラバラの実しか知らないんだけど、なんかある実。スケスケの実？ちょっと待って、これネタバレですか？最初すぎる。だってそうよ、まだね8話ぐらいしか見てない。もうずーっと見とるもん。でもね、何があるの他に。バギーよ、まだバギー。アイスの実、食べたい。アイスの実、何の味が好きですか？ぶどうとかコーヒーとかない？先長い。あと何話あるん、ワンピースって。今9話だけど。ワンピース何話ある？これめっちゃ最初の方。はーい、昨日はお話し会ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここ Welcome to KLP。 パンギルマラン。さやきにあかんめんじゃでアヒルジェネラシーパタマ KLP48。 さやだり広島1100話。ちょっと待って、ワンピース1100話。ちょっと待って、2日間で今10話じゃけ、2日間で10話じゃけ、あと何日？1000万回。毎日見ても、毎日見ても3日間。ちょっと待ってよ、毎日見ても3日間じゃない、毎日見ても3年間。3年のあの楽しみができたと思ったら、アニメでやってるんかな。でも途中からめっちゃ映像が綺麗になるんかな。もうどこまで見たかわからんくなりそう。みんなどうやってワンピース見、今からワンピースとか見たらどうなるの。途中で飽きる。こんばんは。中学生の頃から読んでる。Please watch you pin and pin pin and pin。 なんで見始めたかというと、なんかでもずっと見よう見ようと思ってたんやけど、しなんか勧められとったんよ、ラブちゃんに。
あのまあコカもチョッパーも同じ生き物。え、じゃあどういうこと？あーでもね、それはね、私チーかネネかね、てか家族はみんなワンピースが好きで、ワンピースグッズいっぱいだったんですよ。もう小さい頃から、え、コカってほんまなんか、まあチョッパーみたいな、みたいよねみたいな。なんかわーわー騒いでる時もなんか騒ぐ言葉ももはやなんかチョッパーの言葉に聞こえてくる。それはおかしいけど、ここはルフィみたい。ほんま？ルフィめっちゃ強いじゃん。え、チョッパー知っとるよ。チョッパーのグッズはあったもん。チョッパーのね、あのパジャマとか着とったもん。見たことないけど、キャラクターは知っとった。見たことないのにキャラクター好きだった。海賊にならんよ。え、チョッパー感は確かにある。どういうこと？ねえ、どういうこと？それ、ほんまにどういうこと？みんなは今の好きなアニメなんかないんですか？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめん大きい声出して。もうすぐね、薬屋の独り言のね、あの漫画が多分、あの、え、新刊が出るはずなんじゃけど、薬屋出た？あれ漫画の方の漫画出んかった？こんばんは、今急に思い出した。え、アニメは知ってるけど、アニメはもうね、日曜日にもうちゃんと全部追っとる、見てる。こんばんは。あれ言ってたっけ、なんかね、新刊が出るんだって。ちょうどね、早川さんと話しとったもん。あ、早川さんも結構前からずっと薬屋の独り言にハマっててね。もう急に叫んだ、ごめん。スラムダンクね、スラムダンクは、あーもうあれ、あの映画で改めて見たもん。アニメはメジャーが好きです。私もメジャーが好きです。メジャーね、めっちゃちっちゃい頃だった、あのちっちゃく、めっちゃちっちゃくはないけど、小学生の時になんか1話1話流れる、なんか夕方に1話見るみたいな、あったじゃん、小学生の頃。なんか今もか、今もテレビでもう見逃したらいけみたいな、テレビの前で出て待つ。今はさ、サブスクとかで見れる、あれだけどさ、簡単に。メジャー心得はもうほんまに父さんが好きな曲で、私も好きですよ。スラムダンクはバスケを知ってたので、私知って好き、あの知ってた、ずっとあの漫画がありました、家に。ラ当たる、ラ当たる漢字やんディパンギリ、ココア、ココア、ハティサヤサヤン、ハティ合ってるんかな、私のことなんかな。スラムダンク読めるけど、ちょっと意味わからんけど、私の名前を書いてくれたのはわかりました。こんばんは。スラムダンクの漫画始まった時中学生だったの。あ、そうなん、中学生結構前よね、結構前じゃん。
私が生まれる前だもんね、スラムダンク。合ってるよね。こんばんは。スラムダンク主題歌がいいよね。確かに。君が好きだと叫びたい。もう鎌倉行ったことあるんですよ、私。スラダンのその、あの、高校の清涼、清涼高校だっけ、高校の湘北だった、湘北か鎌倉高校前駅の踏切行ったんですよ。そしたらめっちゃ人が多くて、めっちゃ人が多かったんですよ。てけ、あの、あ、これはちょっと危ないと思って見るだけでさーっと行っちゃったんやけど、また行きたい。今も多いんかな。あ、海外の方が多い。そうですよね。いやだって聖地、聖地、そうよ、あそこは聖地、ほんまに。映画が、まあ、ちょうど上映された後だったっけんね。写真集が飛行機になって到着しました。ありがとう、写真集嬉しい。飛行機に乗って海外に飛んでった、飛行機に乗って写真集が飛んでった。こんばんは。こんばんは。あなたのことが好きなのに、私にまるで興味ない。何度目かの失恋の準備。イエイイエイイエイ。さ、今日お店で聞きました、恋するフォーチュンクッキー。めっちゃ印象に残ってるけど、なんか頭に残ってる。ずっとファンの皆さんも踊れるんですか、フォーチュンクッキーだったら。めっちゃ気になる。もうさ、私あのライブで、え、この人絶対ステージに立てるってぐらい振りを完璧に覚えてる方とかいるんですよ、アシティの曲でもね。落ちちゃった。振りコピーする方、もうめっちゃ今の丸いのは多分このあのスマホ立ての鏡がついてるんですよ、これ。これ下向きすぎじゃない？見えんけど。皆さんこんばんはってなっちゃう。セッティングしました。カフェテリア流れるミュージック、ワイヤーに聞いていたら知らぬ間に顔が映ってないよ。知らぬ間にリズムに合わせ、爪先から動き出す、止められない今の気持ち。カモン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 ベイビー、占ってよ。ここは美人になったね。いや顔映ってないけど。なんでもう。なんで。下すぎるよ。
顔が見えましたか？やっほん。寒い。ナイスベイビー。ノットベイビー。髪型今日は結んであります。じゃちょろっとポニー。なんかね、髪の毛切ったんですよ。前回のお話し会ぐらいからもう切ったかな。けど結べるぐらいに長さはあって、普通にこんぐらい。ちょんちょんぐらい。ツインテールはできる？まだできるかな。今日何上でリュックの写真集出してくださいって言われた。今日飛行機乗るところかね。写真集出してくださいってどこで言われるん？寝癖がついてる。皆さん写真集見てくれましたか？マレーシアでも髪か、マレーシアでも短いかな髪。広島のお渡し会も写真集の衣装ですか？多分違うと思う。新しい衣装を用意してくださいました。スタイリストさんが可愛くしてくれて。跳ねとる。楽しみにしておいてください。ぜひ来てください。写真集お渡し会、一緒に写真撮ったり近くでお話できるので。巻くないし、立てないし、喉声からさんようにせんといけんな。気をつける。写真撮る大好き大好き大好き。前回声が枯れてるので、てか今もうなんか怖い感じがするんですよ。なんか声が結構枯れそうな感じがして、昨日のお話し会の途中くらいから声をセーブしました。ココアちゃん、今日は私の誕生日です。お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。そうなんですよ。まあ全然声出るけど、こんなに小声で喋っとっても急に叫んじゃうから気をつけてくださいね皆さん。
シング会いたかった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 イエス君に君にっていうのかな君にふう会いたかったあんだなんて言うんじゃろうねマレー語じゃったら君っていうのはね噛むって言うんだってなんて言うんじゃろうね会いたかった会いたかった会いたかったイエス君にインドネシアだとデンガムデンガムってこと会いたかった会いたかった会いたかったイエスデンガムだってデンガム言いたくなる会いたかった会いたかった会いたかったイエスデンガム違ったらどうしよう噛むの噛を省略して無になりましてデンガムデンガムこんばんは私はそろそろ配信を終わってお風呂に入りたいと思いますどうしても体が冷えているのでSTA の曲 ?STA の曲みんなの好きな歌詞は何ですか ツイートしてみてください配信ありがとうこちらこそありがとうアルバム発売おめでとうおめでとうございますすごい6月5日発売じゃけんもうその頃には KLP48 として活動しているんですけれどもどんなアルバムになるのか私も楽しみですねはいありがとうございました KLP ですKLP48 なのでしっかり温まっていきます、はい、短い間でしたが配信を見てくださってありがとうございました。イブイブテラマカシー。13位、タクゾ。12位、ペンギン。11位、タイムファイヤー。10位、ナッシー。9位、バオバブ。8位、アユム。7位、スバル。6位、ツカ。5位、明日はよろしくね、コーナー。4位、ピッチャー。明後日か。明後日はよろしくね、コーナー。4位、ピッチャー。3位、
第3位、米海沙山。I'm a most emotional relational people you ever seen。 米海沙山合ってるのかな。2位、コニョン。1位はライトニング。ありがとうございます。じゃん、配信を見てくださってありがとうございました。寒いので体を温かくしてください。では皆さん、バイバイ、グッナイ、バイバイ、ジャンバラギー、バイバーイ。